どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、こちらにいらっしゃるのはキミスカっていう就活サービスの中の人です。はい、どうも、キミスカの橋本です。加藤です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日はキミスカっていう就活サービスを運営されているグローアップさんっていう会社さんの方に来させていただいているんですけども、今日はですね、キミスカっていう就活サービスを運営されているお二人とディベートをさせていただきたいなっていうふうに思いまして、はい、ディベート、はい、はい、でお二人の意見としては学歴が全てじゃない、学歴があんまり関係ないっていうふうにお聞きしたので、もちろんそこをちょっとディベートさせていただきたいなっていうふうに思います。よろしくお願いします。お願いします、はい。就活に学歴っていうのは僕の経験から言うと結構左右されるなっていう思いがありまして、実際にインターン行った時とかも採用担当の方とお会いした時に、学歴を結構見てるっていう採用担当の方めちゃめちゃ合うんですよね僕。はい、でそういう経験からやっぱ世の中学歴かって思う時がありまして、就活に学歴って今日あんまり関係しないと思いますか？まあ、結局学歴ってリスクヘッジなんですよ。これもデータ出てる話なんですけど、はい、就職白書って知ってます、はい、企業側が学生に重視してる項目みたいなやつがあって、はい、あそこのいっちゃん上 80% 以上ぐらいのところが人柄なんですよ。で学歴が、まあ、上位ではあるんですけど、大体確か 20% 前後ぐらいだったんですよね、上位、重視してるみたいな、はい、結局人柄を見るためのフィルターとして、なんかまあ下より上の方がそう感じる人確率的に多いだろうみたいな感じで学歴見ちゃうところが多いかなっていう感覚で、学歴がないと結局そこにフィットしないってわけじゃないじゃないですか、はい、その学歴なくても頑張っていく人がいるんで、っていう中で学歴が 100% 必要かっていうと、そこをちゃんと伝えられたらそんなことないっていう考えです、まあ、僕もそんなある方じゃないんで。ちなみにお二人は何大学なんですか？僕は駒沢です。なるほどなるほど。で僕は東京都市大学、武蔵工業大学です。いや確かに説得力はあります。それはディスっすよ。企業の人がその学生を見る上で、じゃあ学歴以外に見るポイントとしてどういったポイントがあるんですかね？言ってください。本当に採用してるじゃん、ね、採用してるか、まあ、で言うとやっぱり単純にこの人と一緒に働いたら楽しいかとか、はい、その人がどんだけ活躍できそうかなみたいなところは実際見てるかもしれないですね。話していく中で自分がこれまでやったことに対してどういうふうに考えてるのかとか、どうしていきたいのかみたいなところ、だからそういうのが、あ、じゃあこの会社入ったらこういうふうに改善してこう会社の数字を伸ばしていってくれるんだろうなみたいな、だから想像を結構無意識的にするんですよね、面接してるとき。てかまあ僕の場合は面接で結構そこら辺の考え方とかばっか聞くんで、はい、だからそこはすごい重要だと思うんですね。なるほど。考え方とかそういう思考性みたいなところを重視しているプラス人柄みたいな。確かにでもキミスカさんの先生はいい方、優しい方が多いですよね。まあ見ての通り、見ての通り。僕自身ですね、キミスカっていう就活サービスは結構まあまあ前々から知ってるんですよね、その逆求人型の就活サービスっていうのは、はい、結構知ってるんですけども、キミスカさんを使ったことによってどういったメリットが、享受されるんですか？うんうん、まあなんかいろいろあると思うんですけど、一番はやっぱそのコンセプト的な話でもあるんですけど、はい、学歴がどうとか、なんかめちゃめちゃすげえことやったとかじゃなくて、自分が見せたいのはこういう部分だっていうのをしっかり伝えられてるっていう、これを見てくれる企業に会えることかなっていう感じですね。いろんな企業と面接とかイエスを送ったりしてると、企業に合わせた自分で行くじゃないですか、はい、キミスカだとその合わせる対象ないんですよ。ゆうちゃんにバッて俺こんな人間ですって載せるだけなんで、はい、でそれに対してあ、いけてんじゃんみたいな企業がそのちゃんとプロフィール文とか見てスカウト送ってくるんで、はいはい、自分の見せたい部分に共感してくれるところが見てくれるっていうのがキミスカならではかなっていう。に寄せる必要がないというか、あ、そうそう、マッチした企業に寄せられない、寄せられないですよね。確かにそれはいいかもしれないですね。逆求人型って言われる再就活サービスは他にもいっぱいあるじゃないですか、はい、例えば、はい、わかりました。オファーボックスさんとか、はい、あるじゃないですか、はい、その違いって何なんですかね、キミスカさんなりの強みというか、はい、どうですか？
なんかパッと見で分かるのはスカウトの種類かな。3種類あって、いくらでも送れるスカウト、月100しか送れない、月30しか送れないスカウトっていう、まあ、なんか貴重さがなんか段階付けてあって、はい、学生側がスカウト送られてきた時になんかどんだけ自分のことをいいと思ってくれてるのかっていうのがそれで分かるじゃないですか、はい、スカウトのレベルとそのスカウトの文章を合わせて自分のことどんだけ必要としてくれてるかっていうのをめちゃめちゃ分かりやすいんですよっていうのは、まあ一つ大きな違いかなっていう。確かにその相手の本気度が分かるっていうことですよね。そう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 、ね、ちなみに3段階のそれぞれの名前とかってお聞きしてもいいですか。これダサいから嫌なんですよね。何ですか、秘密家の中の人なんですか。これダサいんですよ、あのそうだね、はい、まあまあ、あのダサさが可愛くていいという、はいはい、解釈で、気になるスカウト、はい、で、本気スカウトで、プラチナスカウトです。わお、はい、そんな感じです。確かに、じゃあプラチナスカウトもらったら嬉しいですもんね。嬉しいですね。それは、企業としては30件しか送れない。送れない、月に30しか送れない、はい、確かにそういう、なんですかね、貴重だっていうことが学生も分かってたら嬉しいですよね。そうです。どういった層の企業さんがいいんですかね。大手、中小、ベンチャーとか言いますけど、はい、大手さん多分一般的に言う割合より少ないですね、うちは。でそれよりも採用を積極的にやりたいだとか、そのある業界だともう世界のシェアナンバーワンですみたいな企業だけど、やっぱマイナビさんとかリクナビさんとかに載せちゃうと、やっぱ学生さん知らないから、そういう業界とか、だからなかなかこう学生さんからの応募が来なくて困ってるんだよみたいな企業さんとかが結構使ったりするんですよ。だから知らないけどその業界だとめちゃめちゃ有名ですごくいいよっていう企業さんとかが使ってたりしますね。なるほどなるほど。単純に気になる質問なんですけど、君塚さんを利用されてる学生さんの中で、うん、いわゆるどういった層が多いんですか。例えば高学歴の人が多いのか、いや地方が多いのかとか。抽象的な話していいですか。はい、抽象的な話すると、あのまあ結構その就活やってると、うわあいつらやばいイケイケじゃんみたいな層あるじゃないですか。はい、あいつらかっこいいなって思ってる、ここ数字で言うと、例えば総計上司とかそれ以上みたいなところはそこまで多くなくって、はい、マーチだとかミント・コマセンあたりの学生さんで、俺は学歴ないけどこれ頑張ってきたのぜみたいなのをアピールしたい人とか多いかもしれない。なるほどなるほど。僕自身が就活生の時に就活サイトを使う要素としていろんな人が使っているかっていうのが結構大きな要素だったんですけど、君塚さんって毎年どれぐらいの就活生の方が使われてるんですか。はい、これは僕が頑張ってるんで、はい、そうですね、20卒で今9万7000ぐらいです。そうですね、はい、すごいですね。じゃあその就活生の4人に1人は使っているっていうことですね、うん、僕君塚さん最初なんですか、 YouTube で見て怪しいなと思ったんですよ最初。怪しい感じで出してます。怪しい感じ。社内で一番怪しいみたいなしてる人が出てるんで、うん、申し訳ないです。だけどちゃんとした実績もあって、かつなんていうかね、刺さる人に刺さるサービスという認識でよろしいでしょうか。どうぞよろしいです。よろしいです。その通り。下の概要欄に君塚のリンクを貼ってあるので、よかったら皆さん登録してみてください。というわけで今日の動画は終わりです。お二人ありがとうございました。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 